これねはい尖閣諸島魚釣島にメキシコの男性が上陸したというね事件が起きましたこれはすごい事件ですよはい海保よくやってくれましたちゃんとね保護し検挙しそしてえー、ね 日本がやるべき要するに、まあ、海上保安庁というのは警察機構ですからね、はいえー、海の警察ですから警察の警察、まあ、海保としての警察機能としての職務をしっかりと執行したということ、はい、これをですね中国に対して見せつけることができたんですねなんか、えー、実効支配できてるのかどうかというのがね、えー、結構問題なわけで。 まあ日本は実行支配してるんですけども、なんか中国が実行支配を揺るがすようなことをしてきて、なんかいつも中国の会見をいて、ね、中国の会計が日本の海上保安庁に対してね、我が国の領海から出ろとか言うようになって、なんか中国がさもね、自分たちが警察権を執行してるかのような空気だけは出してきましたよね。ところが現に、メキシコ人男性が上陸した時に、日本が警察権を行使し、ね、保護して、逮捕して、 ね、送金したわけですからよくやりましたこれ、これね万が一中国海警がそのことをやったらもう日本の実効支配は崩れだと言ってもいいそれだけ微妙な案件だったんですですから海保としては絶対にミスをつけてはいけない確実にやりきらなくてはいけない案件だったんですね、はい、いや海保見事やりきりました、はいえー、ちょっとこれ経緯も含めてね、えー、確認したいので読んでいきます カヌーで台湾に向かっていたそうです。 いいタイミングでいいところに来たメキシコ人ですね。逮捕されて検挙されましたけど表彰状を上げたいぐらいですよ。はい。16日に尖閣諸島の魚釣島に外国籍の男性がカヌーで上陸していたことが17日、関係者への取材で分かった。海上保安庁の巡視船が男性を発見し、ヘリで救助した。関係者によると男性はカヌーで台湾に向かっていたと主張しているという、第11管区海上保安部によると、男性はメキシコ国籍。16日午後2時38分。 8分頃魚釣島東岸に上陸しているのを紹介中の巡視船が見つけた男性が救助を求めるように手を振ったためヘリコプターで釣り上げて救助し石垣市内の病院に搬送したカヌーが魚釣島まで漂流した可能性があり男性はレスキュー案件として救助されたが正規の出国手続きを行わずに男性が国外を目指していた疑いもあり11巻は、えー、事件事故の両面で捜査調査を継続している関係者によると男性は2 日本最西端の与那国島からら出港したとみられる同党では数日前カヌー一定がなくなっていたとの情報もあるが関連は、えー、不明、はい、そこでこの後と、ねえー、翌日ですけどもね魚釣島上陸のメキシコ人海保が書類送検尖閣は日本が支配これを示したということですね、はい、読んでいきましょよ 海上本庁による救出と警察権の行使は尖閣諸島を日本が有効に支配していることを国内外に示すことになった。尖閣諸島は上空と海上から恒常的に監視しており発見したのは必然。 尖閣を管轄する第11管区海上保安本部の領海警備担当次長を務めた元三艦本部長の遠山淳二氏はこう指摘する男性は16日午後魚釣島東岸にカヌーで上陸しているのを紹介中の巡視船に発見されヘリコプターでま救助はい海保によると与那国島と台湾の間には、えー、黒潮本流が流れ尖閣方面に続いている男性はこの黒潮本流に乗って漂流したと見られているネット上では海保がボートで上陸し救助すべきだった との声も参見されるが、海保関係者によると、魚釣島に巡視船を接岸できる場所はなく、船底で上陸して救助するより、安全確実迅速に救助できる最善の救助方法であったというふうに、この東山氏では述べています。そうですね、まあ普通に考えたら、ヘリコプターで釣り上げるだであったらもうこれ見よがしに堂々と上陸してね、大丈夫かってやった方が良かったんじゃないか、まあそういうね意見もあるでしょう。ただ実際には、あの、接岸できないというね。 巡視船って結構大きいわけですよ。まあ,あの釣り船ぐらいだったらね。接岸できる小さなところあるようなんですけども、巡視船が接岸できるとこかない。だからもうそこであた。ふたしてると。 もし中国が来て捕まっちゃったらえらい号ですからね、えー、これはもうすぐヘリコプターを飛ばして、えーね、救助したということなんですが、あのーまあ、これは適切な対応だったと思いますね、す、はい、晴らしいですね、はいすねま、ここで見えてくるのは、巡視船が接岸できる設備を作るべきなんですよ、これは。ぷかぷか浮かぶようなやつでもいいんですよ。えー その、ちゃんとしたね、防波堤を作って、港を作るっていうのは、これは大工事になりますから、ぷかぷか浮くようなものでもいいから、巡視船がつけるような場所を一箇所ぐらい確保しないと、今後ね、また漂着車が来るかもしれないわけだから、その時のためにですね、これはもうね、こういうことがあったので、備えのためにえ巡視船がね、仮にでも接岸できるような、 えー、仮の設備でもいいからそれを作らなくてはいけないというですね、えーえーまあ、そういうですね議論をすべきだと思いますねで、まあ、もしねもし言うことがあるとするならば、はい、ヘリコプターで救助しましたこれは OK ですただね実況見分が必要ですよね、えーえー、その男性がね乗ってきたカヌーはどこにあるのかとかその周辺に何かねもしかしたら落とし物があるかもしれませんし えー、ちょっとね周りに何,何かへへへ変なものをね設置してるかもしれませんからなんならメキシコのては旗とか立ててるかもしれませんからねですから救助しましたので、えー、実況見分が必要ですよ、えー、そこでですね、えー、海保にはもう一回行っていただいてまたこのヘリコプターで5人でも10人でも上陸をして、えーまあ、1か月ぐらいかけてね、えー、調査をしていただきたいですよ、えー、これ重大案件ですよ、えー、だって普通ほら なんか警察、ね、陸上の普通の警察だって何かあって誰かを逮捕するって言ったら、ね、実況見分とかするじゃないですか。ね、交通事故だってね、えー、警官来て、ああ、凹んでますねとかやりますでしょだからもうね、5人10人、えー、上陸して、はい。そしてまあ、1ヶ月とは言わないけども、まあ1週間ぐらいかけて、ね、現場検証すると。はい。えー、それやりましょうよ。ね。えー うなんか爆弾とか設置されてるかもしれません分か,分かんないですからねええー、なので現場検証してください実,実況見分してくださいはいそうするとえーね、日本の艦犬が、えー、上陸して一定期間とどまるというのを世界に示すことができますよね、はい、それをやって欲しいなと えっと、はい、続き。男性は与那国から台湾に向かっていたといい、尖閣上陸に政治的意図はなかったと見られるが結果的に巡視船や航空機による警備の目をかいくぐり、上陸を許すことにもなった。遠山氏は、カヌーのような小型艇では、えー、闇夜に、えー、紛れ、目地で、えーえー、気づくのは難しいと明かす。とはいえ、漁民に噴した海上民兵による離島選挙などに至る心配はないという、上陸用の小型艇を搭載する母船は必ず発見できる。 ためだということですね。 中国海警局の船は連日尖閣諸島の領海外側にある接続水域を航行今年7月には航行の連続日数が215日に達した尖閣諸島で操業する日本漁船に近づき必要に追尾するケースも多いいずれも領有権を誇示する狙いがあるとされるそれだけに海保が魚釣島でメキシコ人男性を救助し正規の手続きをせず領海を出た疑いがあるとして男性を事件、えー、装置した意義は大きい金漁明けの中国漁船が退去して 尖閣周辺に押し寄せた平成28年8月には尖閣北西の公海上で起きた中国漁船とギリシャ、えー、船籍の大型貨物船衝突事故で6人の、えー、漁船乗組員を海保が救助しているとだから中国人6人を海保が救助してるんですよはい いずれも救助事案として海保が淡々と当たり前の対象、対応をしたに過ぎないと遠山氏は語る。中国海警船ができなかったこの当たり前の対応が、すなわち日本が尖閣諸島を実効支配していることを改めて示した形だということです。海上民兵がね、漁民に扮して上陸するっていうことはないっていうふうに言ってました。でもそれはあくまでも、母船からね、上陸可能な小型艇に乗り換えて出てきた。 そこ,こをそれは必ず見つけられるよということでしたが、ただね、分かんないですよ、中国も特殊部隊を使ってね、えー、かなりの長距離を小型船でですね、ねもうあっと驚くような、えー、長距離をですね、来るかもしれないわけで。えー、で,これで、これね、今重要ですよ、これ中国は今ショック受けてるんですやべえと。日本が警察権行使したの世界に見せつけられちゃったと。 じゃということで、今度は仕込んでくるかもしれませんよ。自らね、海上民兵を漁民に扮して送らせて、えー、漂流したとか言って、その漂流民を保護するっていう名目で、海警がね、助けに行く。救助する。そして、大丈夫か救助するぞってやってみせて、ほら、中国の、ね、自作自演をやられてしまったら、これは持ってかれてしまいますよね。だ今も完全中国のメンズ潰れてますから、今が重要ですよ。今、ちゃんと守らないと、自作自演やられたら、 本当に兵がされますからねはい、えー、だからもう中国にそんなじか自作自演の海上民兵がね上陸して救助するために海警が行って、えー、そこになんか仮設のねなんかテントかなんか建てられてで中国の旗でも建てられた日にはもうめちゃくちゃなことになりますはいなのでここはだからこそ海上保安庁がね現場検証するという名目でまあ1ヶ月ぐらいね ええー、うん、ね、そこに居座ると。はい。そういうことをですね、だってこれも、だって、しょうがない、メキシコ人が来ちゃったんだから。文化になるメキシコにへえと。え、ね、え。だから、救助も逮捕もするし、現場検証もすればいいんです。え、ね、え。やらなきゃ、そこまで。今、常駐ですよ。勲章ものですね。あ、もう、この、このメキシコ人、勲章を与えた方がいいですからね。え、だったら、だ、だったらね。 あの滞在許可を与えてあのもうけんもう尖閣に小屋作って住まわせてあげたらいいんじゃないですか、えー、そんなにカヌーが好きだったらねもう,も,うもう尖閣にねあの国が宿舎建ててそこにね住まわせてあげたらいいですよ、えー、<laughs> で尖閣で勲章いや感謝状にしよう感謝状の授与式を尖閣で思い出の場所でね 魚釣り島でやりましょう。感謝状の新定式をね。はい。まあ、そういうことですわ。はい。えあ、ゲストハウス新定ね。はい。そうです。あ、その人を祀る神社を建てる。<laughs> そのメキシコ人を祀る神社を建てる。<laughs> 記念碑を建てる。ね。ええー。いいね。ええ。だからこう、とんちだから。 文句あんならメキシコに言えって話ですからね日本はねええー、し,しょうがないもん現場検証1年かけてやり,やりましょうよええー、もしかしたら23日前からねもしかいろんなとこになんか埋め込んでるかもしれませんからねそうですよというわけで、えー、ぜひとんちなので領土問題は素晴らしい素晴らしいですねはいやっぱ日本すごいっすよ海上保安庁すごいっすよ えー、よくやってくれました、実効支配とは何かというのをもう完全に見せつけましたね、国際社会にね、はい、よくやってくれました。